いるお前サーティーンナインクズだから。セブンティーンアイスの倍年取ってるから。俺もセブンティーンみたいな時あったよ。演劇部でしょ。今パチソの方が入って、多分この後パチンコの一般のお客さんが入るんで、その後に入ります。はい、邪魔にならないように。もう朝一リセット確認する台もだいぶ少なくなりましたもんね。あとカバネリとかみたいな短縮で分かるような、データから分かるような、朝一あれこの台700いってますけどみたいな台がなね、もっと増えてくるとだいぶ分かるんですけどね。うわー今いいこと言ってる途中。さあということで、スマスロ入って初っすかね。まあリセットしてあります当然。ここがどう動くかですね、オキドキゴールド。でも土平日でもエンジェルさんは入ってんじゃねえみたいな時あるし、常連さんがあれ昨日6でしたよみたいなのがあるんで、74ゲームで100の煽りだろうね。まあ多分まあ理性でいいでしょう。カバネリは後でわかるね。養生戦記は実はねめっちゃ打ってんすよ。打つ機会多いんすよ、うん、これだ今日ちょっと楽しみですね。養生戦記あたり打てるといいな。常設すげえ知ってた。小屋カウンター貸し出し、いいえ標準設置点です。前台ついてる。なんだったらカチカチ君禁止みたいな店がある中で、うち違いますよと。まあジャグラーはね、毎日どっかしら怪しいっていうのはね、こっちは130ですもんね、8300万。標準装備店ですから、はい、すごいよこれ。まさかゴスロはリセットしてます。でも今日朝喫茶店とか行けないかもしれないですよ。カバネとか動いちゃってるんで。そうだから本日はもしかしたらもう朝一から。よし、そうだスマスロがね前回来た時置いてあったけど動いてなかったんですよ。まだバルブレイブちゃんが、まあ朝一は鏡動くよね。ユリカランプリセットしてありますね。はい、どうする？当たったことないのよ俺。ちゃんと期待値出てるんですよねリセットの。なんかね、機械割り 135% って書いてました。ユーリカナブ今つきましたから。今やめていい？ダメ。増えた増えた増えた。当たったことないのよこれ。はい、しゃあ。お疲れ様。また来てよね。増えたと思います。はい。いやこれが申し訳ないのよ。拡大係数機のお店さんとかだったら、まあ、別にいいかなと思うんですけど、これを流すっていうのがちょっと店員さんに申し訳なくて。使い46枚、回収47枚ということで1枚のプラス。いやだからこれ1枚プラスしてるんですけど、期待値的にはマイナスなのよ。期待値に届いてないから、これ繰り返すとね結構きついの。まあ次の台探しつつ、あそこまだ見てない島あるんで、見て次の台探しましょう。はい、ちゃんとユリカランプ消えてます。はい大丈夫です。あ、どっちも打てますよってことだね。魔法行くね。赤青両方入ってる。一応ゴスローじゃないか。こっちノーマルバラエティってなってるけど、ゼッケーとかあるからね。いや俺が影芝居の術使えたら面白いよこれ。映像の専門学校通った方がいい。
逆光だっつってんのよ。逆光だっつ当たり前じゃん、こっちから行ったら逆光になるの決まってんじゃん。ハイゲナと期待値。さあということで始めました、ハイゲナと期待値シャープ28ということで、残すところ、あと3回ですか、28、29、30ということで、この企画はですね、人生終わってるクソみてえなゴミカスハイエナ野郎が1ヶ月稼働したら一体どんな風になるのかっていうのを、試す実験的な企画になってまして、拾った期待値と収支、が出ております。で、収支はサマイになってますんで、サマイ分浮いてるっていう状況ではあります。多分もうマイナスすることは、まあ、ほぼほぼありえないんで、始めた頃は5号機もあったんですけど、今スマスロも出てるんで、正直何のサンプルにもならないです、もうないから。5号機の時はまだね結構時給良かったんですけど、6号機だいぶ下がって、でまた 6.5 で良くなってるんで、これ 6.5 時代から始めたら、もっと 6.5 スマスロ時代から始めたら多分ねもっと行く可能性は全然あると思いますけどね、とりあえず、残りも、頑張って駆け抜けたいなとなりまして、一応ですねスタッフの方が前回、なんちゃんを探せの丸パクリをしたんですけど、それどうしてもやりたいということで、隠れ場所を探してたんですが、いいとこが見つからず普通のオープニングになりまして、探してたからでしょうね、こちら見ていただければわかると思いますが、はい、完全にこすってます。オープニング始まる前から分かってたんですけど、絶対始まってから行ってやろうと思ってたんで、人が汚いからそれ仕方ない。さあという、違うのここね屋上だから、今のこれ俺死ぬかと思ったの、この段差に足行った時に、あ俺死んだって思ったの今。こわーびっくりした、こんな、トムとジェリーみたいな2人で、やってますんでね。まずこんな感じで、悠々自適にやっておりますんで、楽しんでいただけたらということで、今回はですね前回来た時はスマスロ入ってたけどまだ動き出してない、明日スマスロオープンですよみたいな状況だったんですけど、今回はスマスロがあるということで、もしかしたら一撃満杯なんてありえるわけですからね、今までいない出玉をお見せできるかもしれません。じゃあ行きますか。パチマガスロマガフリーさんで秋山のコラムが始まったんで、オンエアの時にチェックしてなくなってたら人気なかったってことだと思いますんで、今すぐ見ていただけて、もし残ってたら、あ、まあギリギリなんとか数字は持ってんだなと思っていただければと。あとはやっぱデブファイブですね、 DMM さんの。いつもはですね、我々の聖地エンジェルさんから徒歩10分ぐらいかかるんですけど、喫茶斎藤ですよね、喫茶店に行って、朝動き出すまで、台が動き出すまで、枝のやることって動いてからじゃないとないんで、動き出すまではいつも行ってるんですけど、やっぱキャバネミちゃんとか入っちゃってるんでね、キャバネミちゃんってやっぱ朝一短縮とかいろいろあるんで、すでにもう動いてるんですよ。ってなるとちょっと行けないかなと思うんで、じゃあ考えつつ、頑張りたいと思います。トムとジェリーみたいな2人で頑張っていきたいと思いますんで、どうせもう少し尺稼いとく、もういい、これね長引けば長引くほど落ちないから、下行って濡れのやつあれでこうやんないとダメだと思うよ。いやにしても最近ね、結構ねいろいろあるんですよ最近。さあということで2回目ですね、時間は10時48分、1時間、あっという間だね。やっぱオープニングの屋上でふざけすぎてだいぶ時間かかってますからね。一級稼働貢献士がハイエナさせていただきます。時々打ちづらくなっちゃってんのかな、やっぱな、やっぱ必ず天国に上がるっていうのが良かったもんな。ドゥオは難しいですね、例えば稼働単単なんですよ。そうだね、ちょっとタバコ吸う、ちょっとタバコ吸う、ちょっとね、
失礼します。あん？今日も楽しいね。あれ？これちょっと回ったら打てんじゃわったですけど、リセット。俺打ったことないから。クイーンエンジェルパーティー。でも150とかって書き方してるな、みんな。80回ってたら730円で104パーになっちゃうんだって。だ150回ってればもう108パーとかだよ。104パー棒だったら80ぐらいらしいです。さあ、ということで、ツインエンジェルパーティー打ちたいと思いますが、本当なんか申し訳ないぐらい知らないです。ツインエンジェルブレイクはめっちゃ打ってたんですけどね。中リールだけカバン狙わなきゃダメか、うん、赤7でいいよね。ミドルボーナスさえ引かなきゃいいみたいな感じかな、うん、出るのこの台。 DT って書き方良くないよね、デートタイムね。童貞の方がイメージ強くない DT は。だから今までのツインエンジェルで考えれば当然カバンとかはもうどうでもよくて、強チェかチャンス目でしょ。広角とか広角じゃないとかも分かんない。これ夕方とかそういうことなのかな。ただ捨てチェンしただけなのかな。ちょっと分かりづらいな。今だって皆さんが見たい動画、バルブレイブで刺さってるやつとかでしょ、うん、ツインエンジェルパーティーですからこっちは、うん、あこれか、これが赤いってことね。まあチャンス目。これってもしかしてボーナスは狙って入れた方がいいの。フラグ手順ありました。はい、中リール下段にくるみずがらをび倒し。いや難しいな。上段に止まってましたえ、そんなハードな打ち方しなきゃいけない台だったんだこれ。じゃあ俺は割り下げるな。夜になったけど降格とかそういうことはない。ダメなのよ、あのパチンコパチ取って夕方になったら降格しさで、夜になったら長考じゃなきゃいけないのよ。なかなか当たらないもんですね。333までもう100切ってるんでね。ボーナス当たんだったらその AT 入ってからのがいいよね、きっと。チャンス目これも。なんかフラッシュしてたもんの。でもこうなったらないってことだよね、きっと。この状況で黒 BB があるらしいよ。俺が合ってるかどうか分かんないからね。まあ多分俺が目押し、いやもうちょっと待って、301ですけど下手。これは何すか、ただのビッグ。あ、ただのビッグなんだ。4000、3000、7000、使い7000円です。7×46、322枚。はい、これがおすすめ。これあーなるほどね。はい、温泉です。よです。あーこんなんがあんだね。まだまだってことは狙わなきゃいけないのかな。なななな、な挟んでみる。ダメ。なんだなんだ。あーもらえたってこと。1個でも止まりゃいいってことか、とりあえず。あなるほど、ほぼ初なんで、ほぼ初ってか覚えてないから初でいいと思うんですけど、何が行われてるかよく分かってないんで、これが熱いのか熱くないのかも分かんない。揃ったよ、レインボー。何ですかこれは。なんかレインボーです。はい、何1個になっちゃったってこと。なんだ、今まで頑張った分返してくれよ。あわあわチェックでかっ。なんかエンジェルチャンス、これが言ってた AC ってことですね。うん、行きましょう。あれ、え、これが言ってた100ゲームのやつ。あ、100ゲームだ。どのキャラクターと荒いっこする。すごいねこれ。ちょっと考えさせて。
あ、これが言ってたチェリーとかなんか引いたら DT 行くよってことね。あっという間に10ゲームあるけど、これ100じゃなかったら入んないみたいなこともあるのかね、もしかしたら。あ、来た、アライコスタート。ダメダメ。あ、これ赤いんじゃない？え、どういうこと？わからん。あ、これはいいんじゃない？チャンスアップじゃない？ねえ。あ、いいですね。アフーっていう文字がすごく良かったです。はい。だ、これで DT ってこと？なんでもいいんだよね、こっちはね。なるほど。あ、これでデートタイム。あ、なるほど。はい、理解しました。これで払い出し60枚。なんか出てんな。なんだ、よくわからん。押してみよう。好感度アップ600っていうのはちょっとよくわかんないですね。何ですか、好感度が、どうしたの？どうした？うん。なんかレインボーになりました。まあ大体こうなるってことなのかな。うん。かなりうまいことやってます。いや、また大体こうなるんでしょ。これ強チャンス目ね。あ、これでもしボーナスだ、なんか、ん？違うな、ご褒美タイム、なんだこれ。はい。なんかご褒美タイムもらいました。ご褒美タイムは何なんでしょう。はい。超舐めたいね。何どうしたどうした。おかず交換ラッシュ。おかずを交換しよう、とりあえず。え、外れだけど、あ、ここは増える、あ、特化ゾーン的なことかね。ああ、なるほど。はい、30で終わりかな。え、これ、あ、これの繰り返しなんだ。あ、プラスになったね、とりあえずね。よかったよかった。まあこういうので減って、ベル引いてポイント貯めるっていうゲーム性ってことね。で、それで継続を目指すってこと。だからここでサマイだから出る分はまあ出てるってことでしょ。これリーチ目だよね、多分ね。リーチ角でしょうね。じゃあ箱使うか。あ、ここも好感度なんだ。あ、なるほどね。じゃあボーナス引けた方がいいんだね。あー、あ、え、あ、なんか引くのか。外れベル、リプレイで、あ、じゃあリプレイ、せめてリプレイ引きたいな。レア役、チャンス目は告白成功っすね。これは金色ですね。多分なんか引いたんでしょうね。ボーナスなのかどうかわかんないですね。3ゲーム目でボーナス引きました。はい、成功しました。はい、ああ、ビッグしか引かないですね。喫茶祭で行かないよ多分このまま。押し順ナビで、あ、セグ、あ、なるほど、ここまでで頑張ってベル引いとかなきゃいけなかったんだね。じゃあ見ないようにしとこうね。あ、なんで、え、継続ってことかな。いや、50はきついって。なんか特化ゾーンとか行ってくんないと。でもボーナスとか引かなきゃダメなんかな。うん、え、え、どういうこと今。ベルもあるの、重複。見ないよ。これで終わりか。5キュンの1149枚です。はい。うん、さては1000枚出すのも相当頑張ったってことだろうなっていうのは理解してます。1159、322枚使いの、1159枚の回収なんでプラスの837枚です。で、1台目の、
絶対将棋も1枚プラスなんで838枚のプラス状態ですね。次の台探したいと思います。オキドキゴールドがちょっとだけ動いたっていう感じですかね。じゃあちょっと上の階行きますか。もう12時過ぎてんだもんな。斉藤どころじゃないね今日は。やっぱ 6.5 動きますね。うわ、養生戦機やめたら打てます。5歳いきます。ちょっと熱くなってるから。どんくらいぶりですか斉藤さん行かないでこんなやってんのは。そうですね、向こうにいた方がいいかな。はい、本店さんにいた方がいいかもしれないですね。稼働めちゃくちゃいい。いや今までと同じ平日ですけどやっぱ 6.5 スマスロ入ったら全然違いますね。ご飯いただきました。なんかねこのチャンネルに出てる他の演者は寿司とか食うらしいんですけど、僕は富士そばでした。です、10分で持ってきました。タイムイズマネータイムイズエナエナイズマネー。バルブレイバー開かないですね。でもこれ打ち出したら行かなきゃいけん。いや俺そっちで打ったことないからさ、無料で出てるのがどのレベルなのか知らんけど、でボーナス AT 間天井でいうと670でしょ、で40枚。まあこの勝率考えるとまあ相当きつい。いや打たないよ。いやじゃあ確かにツインエンジェル打ったら打たなきゃいけないよ。打たないようは良くないもんな。いや投資のこと考えてるとこれ以上ハマってる方がいいんだけどねマジで。だからこれ670でこれが10とかあったらきっちりなって思うんですけど、とりあえず CZ は1回引いてっていう流れになるんで、まあやった方がいいかなと思って。俺番組のこと考えてるから。5さんで、672、ゲーム数は672で、289ですね。正直きついなと僕は思っております。期待値は後ろのおじさんがなんかいろいろ調べて出してくれるみたいです。とりあえず50枚、朝一の絶対衝撃とちょだまで50枚あるんで50枚から打っていきます。もうこれ CZ とかじゃなくて AT 間天井も込みになってるんで1500まで持ってかれたら今日はもうプラスになることはないだろうなと思ってます。はい、多分ね物によってはね700-800円ぐらいから1300-1400円ぐらいじゃないですかね、無料で出てるやつで言うとの期待値になるんじゃなかろうかなと思います。はい、バルブレイブはね僕あのほぼほぼっていうか AT 間天井を狙うことになったの1回だけですけど、めちゃくちゃ浮いてるんですよ。 CZ 間天井しか打ってないですけど、時給19,800円ですね。バルブレイブのこんぐらいのとこ打つって多分あのゴッド凱旋の500ゲーム打つみたいなのと変わんない気するんだよ。2000円ぐらい、2000円もっと欲しいよなバルブレイブ打つんだったら。あーねー、ポンポンレアク引けて CZ にでも入ればいいんですけどね。まあ、だこれ入った CZ 抜けたら地獄です。はい、1500目指すことになるんで、まあギャラ割れしますよ。スマスロ打ち始めりゃ、100ゲーム回して、レアクゼロです。短縮だなんだって言っといて短縮どころかレアクゼロです。だからそのね6号機のリゼロとかあったらもう別に当たるとこ決まってるからどうでもいいやって思いながら打てるんですけど、これはもう本当だって期待値とかだって基本はね平均で短縮とかも出してるはずなんで、これだからその設定1以下で僕はこれやってるとマイナスがでかいことになるだけなんでね。これだとほらスマスローとかだともう何やってるか分かんないじゃないですか新しいやつ。
これだから子役絶対弾けないモードだと思う。ミミズに続くね、うん、だから前任者のおじさんも子役弾けなすぎてブチ切れでやめたんだと思ってる、ね、一発目に弾いた役これですよ。150ぐらい回して初めて弾いた霊役がこれです。まあね、俺もハイエナですからね、ハイエナやってる時点で人間やめてますから。こんな確率じゃないのよ。何倍？3倍。レアグどんどん引こう。ここでもう短縮を全て、すべ短しよう、すべ短。はい、で2000円だから1万円、460枚プラス50枚で510枚。ここで当たっちゃえば510枚で済みます。使いはスイカ引けばいいだけなんだよ。ナビ出てくんねえかな。追加投資しますよ。はい、追加投資。まあここで当たんなかったら追加投資とかも関係ねえしな。スイカ引けねえかな。きっちいな。当たりましたね。下パネ消えましたんで。あれ、何も引いてない。だから11本だ。556枚、556枚です。当たりました。まあ赤7揃ってくださいって気持ちでレバーを叩きましょうね。赤7を目をしましょう。よし、これでもうだいぶ楽です。うん、あとは666枚表示で出せば AT ですね。そこからはまあ 77% って、まあもう皆さん知ってますよね。まあ、だから簡単ですよ。オールベルでいいんで、50ゲームオールベルするだけなんで、ね、うん、それだけ全然大丈夫です。50ゲームオールベル、残念だな。あら、いいですね、さっきですよ。ここでずっと一枚役引き続ければいいんですよ、ね、でここか、ここがやっぱ鬼門ですよね。やっぱ超えないよね。あれ8まで行ったら確定でしたっけ。25でほぼ400っていくよね。もうワンホールド欲しいな、安心していくために。あーやばい、残り15。リプレイ引かないでもマジ切れそう。リプレイ3連発 ありがとう。これはでかいね。500枚超えて残り13。うわー、ちょっとヒリヒリしたくないのよ。もう超えましたねみたいな空気でいきたいのよ。いけこれ、うん、これラスト、これ足んないから。これではあと2回。よし、15じゃ足んない。足りるね、余裕でね。レバー叩いて下パンに消えたら入ります。よし、あらすあらす。革命ボーナスから革命ラッシュいただきました。目指すのは超ですから。楽しいのはやっぱ腹切りチャレンジの時の違和感だよね。ここが光ったり、まあ、下場に消えるみたいなベタなのありますけど、ちょっと光るとかちょっと出るとかね、そういうのがねやっぱ楽しい台になってますんで。さあ行きましょう。違和感を探して、違和感を。8の次に V 出てきたりするからね。7、あー消えないね。よしよし、さあ行きましょう。8、何か違和感ないですか。
よいしょ、滑れ。さあ行きましょう。何か違和感ないですか？違和感はないですか？かー、来たよ。レア役引いてて、レア役かー、これですわ。だこうなる、まあ引き戻したら入りますから、794枚でした。とりあえずあの上と下のこのモニモニモニャンが消えるまで打ちます。はい、このね、やっぱスマスローでバルブレイブってマイナスしなかっただけでオンの字です。なんだったらちょっとプラスだし、引き戻す時のこれタイミングがすごいよね。いきなり来るからこれはいいよ。この後ファイブさんで打つ台あるかな。 20% ないぐらいですよね確かね、引き戻しね。あ、これで消えるか。はい、以上になります。73ゲームであります。726枚ですね。556枚使いの726枚回収でプラスの170枚です。はい、前代プラスじゃん今日打った台。これ新年一発目なんですよ。新年一発目の収録で2023年ハイエナと期待値の1台目が絶対衝撃です。はい、プラス1枚、はい、最先いいね。最先いいです。あ、なんかあのよく年末であれやるじゃないですか、占い系のやつやるじゃないですか。俺なんか覚えてないですけど30何かどんぐらいで、地味な1年になるって書いてました。何回目かは分かりませんが本店さんにやってまいりました。1時31分ですね。でもちょっとツインエンジェルパーティー打っちゃったせいでなんかだいぶ浅いとこから行かなきゃいけないみたいな。こうもうこうなっちゃうのはきついな。いや、やっぱ良くないよね。有力感搭載してるのにそこぶち抜いて天国なしでスルーする可能性があるって言われたら打ちづらいよね。いや、早く解析出した方がいいと思うよ。もっと動くと思う、そっちの方が。なるほどなるほど。まあとりあえず一旦喫煙挟んでうろうろタイムが、で向こう行ってもしょうがないけどな。ちょっと動くの待ちですかね。後ろ476だよ。嘘だろ、その横も一回開いたぞ。嘘だろ。599-215だって。嘘だろ、喋ってる間に一回その584のカバネリ開いたから。で今その横の476開いてるから。嘘だろ。ちょっと店の名前出すのやめない？びっくりしたよ。はい、ということで、まさかの鬼武者599ゲームでバッサリゾーンゲーム数215なんで、バッサリゾーン感だけでも期待値あるような台ですね。一応ね、600円で、ね、無料のやつは2311円みたいな書き方になってますね。2300円ぐらいでしょうかね。そして後ろのカバネリが今あの1スルーの476空いてます。その横の2スルーの580も空いてたんですけどね、こっち見てる間に508は取られちゃいました。1150枚のチョメダルで打っていきたいと思います。ただ本当に鬼武者は勝ってないんだよな。例えばね、さっきバルブレイブの時給の話したじゃないですか。鬼武者はねなかなかですよ。勝率 48% の時給マイナス3000。でもこの感じで開くんだったらここにいたらずっと打てるんだよ。あ、鼻きつ、なんかアレルギーだな。新年一発目の収録の早菜と期待値は今のところ全プラなんで、打った台はね、プライベートを実践で結果がついてきていない鬼武者で果たしてねどうなるか、
ただ打ってる台はなかなかな台ですからね。200枚使いで必ず伐採ゾーンは来るんで、そこでやれりゃまあなんとか。ちょっと俺200枚でも不安だから、これでちょうど333なんで、伐採ゾーン天井に到達しました。はい、727、まあここの使い200枚ね。とにかくナビが出てほしい。お、来ました、3連続天才。天才、今日の秋はさちょっと違うね。天才、こんなパターン見たことないよ。いや、この3ゲーム大事ね。いやちょっと6ゲーム連続の後7ゲーム連続で引かないのなしよ、それはなしよ。危ねえ、ラスト、きつ、まあ、使い少ないから当たっといてくれ。 50% と言われている赤で当たっといてくれ。お、ここで、あら、一応あるか、急展開ね。ありがとう、250枚。なボーナスまで持ってけなかった時点でもう相当きついからな。え、なんかさ裏モードみたいなあんだよ、知ってた？え、なんかね、なんだっけ、俺もなんか詳しく読んだけど、当たりの 20% かなんかで、リーチ目降格というか、1回ボーナス引くまでなんか落ちないみたいなのがあるっぽい。いや俺詳しく知らない、なんかそんな記事を読んでへーと思って、ちゃんと読まずに俺関係ねえやと思って。単発回避してくれたらありがたいぐらいよね、もうこんなの。さあチャンスアップをください。ああ、一応チャンスアップありがとう、継続したわけじゃないけどありがとう。はい、優勢でお願いします。止まれ、きつっ、よしよし、止まってんなと思って。あ、ありがとうございます、すいません、あげましょう、目指す、頑張ります、ありがとうございます、すいません、秋山ファンに、通称アキラーの方にいただきました、ブラックね、優しいね。なんか冬のパチンコ屋さんって夏より暑いというかさ、夏寒いじゃん、で冬は暑いみたいな、こういう時やっぱ冷たいブラックの缶とかもらうとやっぱ頸動脈に当てたくなるよね。いつか鬼武者でやれる日来んのかな。鬼武者で俺の一番好きなキャラクターロベルト・フロイスで頑張ってほしい。やっぱおしゃれですからね、ロベルトは。優勢で優勢で、あーやばいね、さすがに厳しいよね。はい、ということで、140ゲーム441枚でございました。ということで、使い250枚回収487枚ということでプラスの237枚です。2023年のハイナと期待値無敗です。次の台を頑張って探していきたいと思います。じゃあ下の階かな。あたす、開けます、俺っす、開けます、お願いします。じゃあファイブさん行きますか。でもこっちの4階でカバネリの辺にいるのが一番期待値高い気するな。
お時間は、14時19分18。これ打てちゃうんだよね確かね。350で767円、400で1039円です。まあ抑えてきます。まあもうあとは試行回数っていう判断しかないよね。でもね150です。でもほぼ変わんないから、だなんだったらこっちまだ空いてるから。いや違う、そりゃさ、そりゃそうよ、都内で打つ人いないんだから。俺だけサマイでやってるんだから仕方ないよ。さあということで、ファイブさん来ました。388ゲーム、伐採ゾーン間183ゲームの新音が通知ます。皆さんは都内、まあ都内っていうか東華でも打たなくていいです。残り少ない範囲だと期待値、少しでも期待値と、収支込みで試行回数をね上げておきたいんでね。200台ぐらい打ちたいけど届かないかな。726枚で打ち始めるんで、メモっとかないと危ない。なんだこれ、これ設定差あるやつですか。通常時のリーチ目っすよね。うわうわ、いや、使い 50枚です。はい、双剣ラッシュです。はい、380、今416ゲーム、はい、当たりました、はい、打っていい？なんか恩恵が何とかも全然分かんないけど打ちますね。ただ当たるだけなんかな。音でかくない？ボーナスとか出てくるとかじゃないのか。継続率優遇とかあんのかな。設定1で40,000、通常より1名出演からの直撃 AT は設定1で40,857で、2で15,000、3で10,000、45が7,000になって6で5,000ってことは、じゃあこれ6ですね。ね、打ち始めて使い50枚で40,000分の1引いたってことですか。今引いてくれよ AT 入ってから。40,000なのか10,000なのか5,000なのか知らないけど、それ引いて単発はやめてよっつう話よ。これやばい画面じゃん、見たことないよ。え、設定4以上じゃん。え、ついに積もっちゃったんですけど、どうしたらいいですか。設定4以上積もりました。4だとして 105.4% ね。5で 107.5。 ごめん、なんかごめん、ちょっと作戦会議を、はい、入れてると思ってたよ俺は。
さあということで、ちょっといろいろ大事件が起きてしまって今協議したんですけど、打ちます挙動気になると思います。はい、4以上って一体どんなもんなのかで打ちます。でそうなるとハエナと期待値的にどうなんのってことなんですけど、シャープ28をもう一回やります。まあ普通に考えて、全30回してますけど1ヶ月やったらっていう話してて、まあ、31日の日もあるんで1ヶ月が31ある時もあるんで、総ゲーム数475引いてここからやっていきましょう。設定差っていうとあれですよね、弱チャンス目からのバッサリゾーン、まあ、あと広角移行率だよね、スイカとか弱チェとかからの。いや俺これでさ高設定打って負けたらどういうような気持ちで帰ればいいの。いや今までだってそのほらパンダ台とか出てるわけじゃん、あれをさスルーしてきたわけだよね我々。このホールさんでパンダ台出てたんだからあれもあったんじゃねっつう判断になるよね。そうで、このホールさんで一回隣の絆で通常時からみたいなパターンもあったでしょ。いやーマジか、平常営業ですよ。754から使いですね。ピーストライクさんで僕勝利への法則って設定狙いする企画あるんですけど、あれで一回も確定とか出したことないのにハイエナと期待値で出ちゃった。いやいやいや、しかもねそのタイミングで一回競技しようっつってタバコ吸いに行こうっつったら目の前でカバネイの500が開くっていう。で最初いろいろ考えたの、どれが正しいか分かんなくて、じゃあこの台をカメラマンである花火師さんに打ってもらって俺は普通に今まで通り稼働しようかみたいなことをいろいろ考えたけど、それやったらもうやってることさタチの悪い軍団と一緒じゃん。だからもうやめようって、もう今日はハイエンドと期待値終わり。今から皆さんが見るのは、鬼武者の、高設定の挙動です、エンジュさんえなっててベース高いなと思ってたんですよ。いつも高すぎるでしょ。前任者の方もバッサイゾーン3スルーでやめてるんですけど、でやっぱ高設定も結局バッサイゾーンやれなかったらってことだよね。いや と言ってももう15時なんで、あと 5,6 時間しか結局打てないんですよね。タバコあと1本吸って強水か、いや違う、普通に当たってほしいのよ基本。これ9000とかだっけ。もうなんか何やってるか分かんないね、ふざけんなって。もっと引くとかあんだろう。はい、バッサイゾーン、289ゲーム、まあ使いはまだいいか。ハイパーズ、ね、もうは初めて見るこれ。初めて見た、はい、340ゲーム双剣ラッシュです。528枚です使いは。お、強ベル、ほら設定推測要素だよ、みんな大好き設定推測要素。ああ、この後に出てくればってことですよ確定形を。高設定で出やすい強です、赤い紳士、あ白い紳士、背景赤だった。でシナリオ、このそもそもシナリオオンが偶数設定で出やすい今日なんですよ。46なんかねみたいな話ですよね。だからあ厳しいね、
これ何でしたっけね、設定2以上濃厚ですね、ええ、そんなことは知ってるんですよ、ええ、上に書いてある、あ、これは書いてある、はい、設定2以上濃厚です、はい、現状マイナスしてますこの台ね、ええ、はい、来ました、116ゲームはい、145ゲーム当たりました、赤からですね、追加投資はなしです、145、いや伸ばすのが大変だこれ、赤い下段にリプレイ、あだす、めちゃくちゃ設定推測させてくれるから、戻って鬼ボーナスのページに戻って、よし、あ、またこれこっから始まったよね、はいはいはい、ガルガントのパターンは、8、シナリオ8は設定6で 4.58、 偶数の強いやつで6が1番ですね、もう64でいいと思います、とりあえず5はない、はい、デフォですね、全然伸ばせん、80ゲーム249枚です、バッサリゾーンやれないと勝てないよっていうのはよく分かった、あ、また弱者の攻めだ、バッサリゾーン2回目早くも67ゲーム、おおおおお、これか、こういうのが高設定っぽいんだっけね、よし、天才すぎる、ありがとうございます、じゃあ行きたいと思います、下パネ消えたいしね、最強最悪の何もない、93ゲームいただきました、ここ頑張りどころ、 10% もあんの、1ゲーム目でこの演出は何ですか、問題はこの人の次出てくるか出てこないか、あいよ、見たことないよ、極限覚醒、秀吉から始まる19だね、19覚醒鬼武者、シナリオ19、シナリオ19は56です、4がなくなりました、でめちゃめちゃ偶数に寄ってるから 6? マジで、でこんな機会ないから一緒に撮ってもらっていい、マガのコラムで使うわ、ちょちょちょ、俺いらないの、これこれとツーショット、五六角が出ましたんで、いやすごいよね、ちょちょ、すごいのは平常営業で入れてるエンジェルさん、俺はだってたまたまえなったら出ちゃっただけだから、いつ行っても高設定に座れるかもしれないっていうお店って、好きでうちに食う人からしたら最高だよね、だって強いイベントみたいに並ばなくていいわけだしさ、衝撃、これはなんか引いたよね、ついにね、下段にリプレイかな、下段にリプレイかな、チャンス目かな、チャンス目、初めて引いた、でも100か、朝一から296しか回ってないバイオに座って
そのまま天井の線まで行ったのに、そして警察署から始まって単発で150枚ぐらいで終わろうとしてるのに普通にもう一周やるって言い出した。すげえ。おい尊敬するな、そういう人。俺にはそういう風になれないもん。羨ましいな。ああ何の因果で設定6打ってんのかな。6とは言えないけどね、56だけどね、56だけどね。元ヒト、あの分かんないけどいじってると引く。一緒かな。あ今日、いやスイカでっていうパターンはどう。キョーベルだ、10だよ、さっきと一緒。いくよ、110。なるほどね。あれで上乗せが200超えると4とか5とか6が出る可能性がある。いやー弱いけど、弱いけど復活か、復活か。おい、はい、455ゲームの1055枚でした。なんかこれでもすげえ俺やれた感じする。こんな風にパチスロ打ったことここ何年もなかったな。こう設定打つって大変だね。疲れちゃった。 80% にしましょう。めちゃくちゃゆっくりレバー押し、こっから何があるっていう。こうやって噛み合ってくると5か6か分かんないですけど、めちゃくちゃおもろいっすね。ちょっと分かんないんだけど編集どうなってるんですかね、見てる方、うん、なんかその普段やってることじゃないから何喋っていいのかも分かんないし、うん、出てることも含めちょっと怯えています。いいのかなみたいな。まさかこんなことになるなんて思わなかったんだ。気になるでござる、バザールでござるですね。もうトークにキレも何もなくなってきてるんでね、ありがとう急東横線ですね、やっぱ僕ってすごいね、やっぱとにかくバッサリゾーン行く、うん、あの通常時の挙動がね別格です、デイビッド別格ですね。ほらもう間違いないですね。弱者すべていいから引いてくれ、とりあえず。あ、引いた？スイカ？また引いた。そうだね、設定6だったら5000なの。はい、リーチ迷惑、はい、108、ボットの数108回転で本日2回目のリーチ迷惑。すげえな。はい、終了画面は、デフォルト、150ゲームの272枚です。一応広角だけ見ますか、まあ内部的にどうなってるか分かりませんけどここでやめますか、お時間です。また遊んでくれよな。本当にすいません、なんかめちゃくちゃ変則的な感じになりましたが、とりあえずエンディングで、お話ししましょう。はい、3900くらい回したかな。まあ打ち始めたのが14時半だからね、ずいぶん回せた方か。こんなことになってしまいました。ちょっとね、今なんかね本当はね笑顔を見せたいんですけど、じゃエンディングでお話します。うん、なんか変な気持ちなんで。3000枚はないか、使い528枚、回収が2610枚ということでプラスの2082枚でした。なんて言えばいいんでしょうね、エンディングでお会いしましょう。はまんなかったな。しかし初当たり置いといて最大ハマり350じゃないですか。356
13500でしょ。で打ち始めは388からなんで、すごいな。あんな安定すんの。いい時間になってしまいました。いや普通嬉しそうにしろよと思うかもしれないですけど、僕の今の正直な気持ち言いますよ。あのハイエナしてて悪いなとか、ホールさんに申し訳ないなみたいな気持ちって、掛け持ちだとか張り付きみたいなことをじゃない限りは、多分ね気持ち的な問題で、ホールさんに悪いなとかっていうよりは、俺が一生懸命頑張って歩いて見つけたんだみたいな方が多分気持ち強いから、ハイエナしてても何も思わないんですけど、高設定ずっと打つのがずっと申し訳なくて。俺だけこんな風になるの。だこの期待値に関してはなんかもう別フラグで置いといていいと思うんだけどね。うん、一応出す、一度だけ出して、一応出していただいて、まあそれはいいんですけど、僕もディレクターもふわふわしてるんですよね、どうするみたいな。まあ、経験あるとは思うんですよね、エナからのツモみたいな。俺はほとんどないんでびっくりしました。この店はありえるなって思ってたんですよ。あの初めて来た時から通常営業でバンバンにずっと C 入ってたとかは、これ1週間 C ですよみたいなあったじゃないですか。いつかやんのかなって思ったら、まさかね、新年一発目、今日だから全勝ですね、打った台勝率 100% です。まあ、とりあえずなんか新年一発目、景気のいい感じにはなりましたが、その僕の気持ち的にちょっとどうしていいのかわからない、なんか申し訳なかったなというのと、あと早野と期待値ファンの皆さんはこれを一体どう思うのかっていうのもちょっと気になるところで、なんでしょうね、やっぱ20年もエナやってると頭腐るんですね。設定6かもしれない鬼武者打って俺へこんでんすよ。まあでもね、僕が出して申し訳ない気持ちがあるんですよ、出ちゃって申し訳ないもあるんで。でもその分ディレクターさんが俺が出した分ぐらいホールさんに置いてきてくれたってことを聞いて、今ちょっと元気が出てきたんでね。ありがとうございます、さすが。ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、すいません、さすがっすね。ええ、さあということで、いろいろありましたが、今回の実践ちょっと賛否両論、いろいろあると思いますんで、その辺コメントに書いていただけたら、僕はあんまりコメントとか見るタイプじゃないですけど、多分そっちが見ると思いますんで、はい、その辺もチェックできたらといったところになりました。とにかく、すげえ勝ちました。で、残り2回か3回か分かりませんが、頑張ってハイエナして、フィナーレを迎えたいなと思っております。今日はよく分かんないけどすげえ勝ちました。ありがとうございました。